ジャガー XK150 は、イギリスの自動車メーカージャガーが1957年から1961年まで生産したスポーツカーである。XK140 の後継者として登場した。外観上は一枚ガラスのウィンドスクリーン、大型化されたボンネット開口部、薄くされて室内空間を拡大したドアなどが特徴であったが、居住性改良に力が注がれて、 グランツーリスモとしての成熟度を増した反面、スタイリングにスポーツカー的な切れ味を欠いたとも、評された。エンジンは、XK140 同様の 3442cc180 馬力57、5750rpm の XK エンジンが標準だったが、大半の XK150 には排気バルブを拡大した、シリンダーヘッドを備える210馬力、 5500rpm の SE エンジンが積まれた。当初はフィクストヘッドクーペとドロップヘッドクーペのみで登場したが、ロードスターも1958年になって復活した。増加した車両重量のため初期型 XK150 は XK140 時代よりも動力性能が低下したが、 1958年になって3キャブレター250馬力の S が追加され、さらに1960年にはエンジンが 3781cc に拡大され、最高出力は標準型で220馬力、S で265馬力となり、3.8S は最高速度時速 217km、0から60マイル加速7秒と、 最高速度時速 210km 程度であった XK140 をしのぐ動力性能を得た。XK140 に対して最大の改良点はブレーキで4輪にダンロップ製ディスクブレーキが採用された。ジャガー XK シリーズはスポーツカーの代表車種として150の時代にもその人気を維持し、1960年10月に生産終了し、 翌年春に登場する E タイプに後を譲るまでの間に2265台のロードスター、4445台の FHC、2672台の DHC が生産された。新車の輸入が厳しく制限されていた当時の日本でも在日米軍人など外国人によって相当数の XK150 が持ち込まれ、 中古車を中心に日本人の富裕な自動車愛好家の手にも渡たった。例えば、カーグラフィック1962年5月号には、後に衆議院議員となる青年時代の中村章三郎が XK150 クーペのオーナーとして紹介されている。さらに、後年になっても中古車が並行輸入されている。 フレデリック・フォーサイスのサスペンス小説、オデッサ・ファイルでは、主人公、ペーター・ミラーの愛車として、本車種が設定されている。ありがとうございます。